挙手。皆さんこんにちは、加藤です。今回は僕がタイマーを吸うのをやめて約280日が経った件についてお話ししたいなと思います。正確にはね、278日らしいんですけれども、特にですね、もうタイマー吸いたくてたまらないみたいな、もういわゆる禁断症状的なね、ことが出ることはないです、ね、もう体が別にタイマーなくても生きていけるような状況になっちゃってるんで、もちろんね、コロナがね落ち着いたらタイマー吸おうと思ってますけど、まあ、僕みたいに普段からそのタイマーダイエットっていうんですかね、タイマーをできるだけ吸いすぎないように気をつけるみたいなことをやってきた人間からすると、ね、まあ、吸ってる値段とかにもよるかもしれないですけれども、そこまでね、280日ね、約300日ぐらい吸わなくても別にそんなに苦しむことはないんだなってのは思いました。で、まあ、日本のね、タイマー界隈だと、とにかくたくさん吸いまくって決まりまくりたいみたいな人が多いん で、まあ、そういう人たちはね、まあ、そういう考えなんで別にいいと思いますけど、まあ、そういう人ばっかりじゃないんでね、アメリカとか来るとね、やっぱりその日本のタイマシーンって結構独特でちょっと変わってるんだっていうのは皆さんね、知っといた方がいいですよ。その感覚でアメリカ来ちゃうとあれみたいなことになることもあると思うんで、もちろん似たような、ね、人もいるんですけどね、そうだけど、やっぱり日本はちょっと変わってるんだなぐらいのことは知っておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。クッシュ。